はい、ということで皆さんこんにちは、こんばんは、ルーモルーモ、はじめましての方ははじめまして、そうでない方はこんにちはということですね。今日の動画なんですけれども、今月、2022年9月16日金曜日から発売する、ユニクロ U の、ちょっとね、ルックというか商品写真が、出てきておりますので、それを見ながら、ちょっと自分の気になっているアイテムをちょっと紹介していきたいなと思っております。一応ですね、前回ユニクロ U、2022年 SS もあったんですけれども、当日ね、お店の方にも来ました。でもその時にどうしても気になる商品というのがなくて、購入しなかったです。ユニクロ U に関しましては、結構毎年、買わないことが多くてですね。で、今回、ユニクロ U、まあ、9月16日からスタートして、まあ、もちろん、当日お店の方にも行こうかと思うんですけれども、まあ、紹介のためにね、なんか商品買うのも、それもなんかちょっと違うなっていうふうに思っておりますので、当日、お店に行って、試着とかをしっかりして、気になったものを購入していこうと思います。なので、当日、9月16日、もう動画を上げようと思うんですけれども、もしかしたら、購入商品がなくて何も紹介しないっていうパターンもありますので、ご了承ください。で、今回はその、今回ユニクロ U の中で気になっている商品っていうのを自分の目線でね、ちょっと紹介していきたいなと思います。で、やっぱりユニクロ U さん毎年、もうほぼ定番っていう感じで力も入っておりますので、自分の気になった商品だけちょっと紹介していこうかなと思います。はい。ということで、上から見ていきます。はい。で、今回こちらの、アウター類。なんですけれども、個人的に、気になっている商品、ただ気になってるんですけど多分買わないかなって思ってる商品が、こちらですね、ユーティリティショートブルゾンということで、ワックスでコーティングしたような味のある風合いを実現、裏地はフランネルで柔らかく温かいということで、まあ結構ショートのちょっとミリタリーブルゾンのような、感じのものになってます。最近こういうなんかポケットが大きくて、あとポケットをね、こう何種類も使っているようなギミックのもの結構多かったりするんですけれども、まあユニクロ U さんも漏れなくそういう、まあなんかトレンドに合わせてきたなという印象になっております。で、ワックスでコーティングしたような味のある風合いって書いてあるんですけれども、まあワックスコーティングとかだとどうなんですかね。こう、ちょっとこうぬめっとしたような、ちょっとこう、なんか油が染みてるようなコーティング、なのかなっていうふうには思ってます。で、カラーが、ブルーとオリーブっていうことで、オリーブカラーだとだいぶちょっとこう、ミリタリーっぽい感じになるかと思います。で、今回、ユーティリティショートブルゾンっていうことで、これかなりね、ルックだとちょっとこう、タックインしてて分かりにくいんですけど、結構着丈は短いかなとは思います。で、身幅とかが広くて、結構アームホールも大きめのデザインになってますね。結構このあたりは、最近、まあ、ショートのね、デニムジャケットとかも、こう、徐々にね、流行ってくるかと思うので、そういった意味では結構、早い。手を出すのは、ユニクロさんさすが早いな、っていうふうに感じております。ただ、ショートなんで、例えばインナーの丈とね、すごいちぐはぐしすぎて、なんかイメージと違ったりとかもあり得るので、これは結構、試着必須かな、っていうふうに思っております。で、まあ僕の身長とかだと、小柄な身長の方だとおそらく M とかでいいんじゃないかなっていうふうには思います。で、正直今回アウターで気になってるものこのぐらい、まあ気になってるんですけど多分買わないかなとは思ってます。結構こういうブルゾン系ってちょっとこう、なんか作業着みたいになっちゃうことが多いので、あとはまあフーデとジップアップブルゾンとかも、まあちょっと面白いですけど、こういう、ジップアップ系のこういうフード付きのアウターってやっぱり使いづらいですね。しかもこれ結構リブが強く効いてたりするので、まあアウターなんですけども、まあこういうのって結構着れる季節が、個人的にはすごい難しいなっていうふうに思ってるので、こういうのもね、ちょっとまあ、あとフード付きがちょっと自分どうしても子供っぽく見えちゃうことがあってあんま買うことないんですけれども、まあちょっと新しいアイテムかなっていうふうには思っております。ぐらいかな。あとは、今回このセーター、カーディガン、フリース系で多分個人的には一番なんか良さそうかなって思ってるのが、プレミアムラブリブ V ネックカーディガン、長袖になっております。こちらが、一応ウール、100% の素材を使っていた、上質ウールを使ったざっくり編みニット、ボリューム感があるので、アウターとしても使える。本当かな？どうなんだろうね。どのくらい分厚、結構個人的には分厚ければ分厚いほどいいなっていうふうに思っていて、グレー、ブラック、ダークブラウンっていう形で、僕結構この
まあ、グレーもね好きな、これ好きな感じのカラーなんですけど、まあ、ダークブラウン系もね持ってないので、ちょっとこれはなんか買ってみたいなっていうふうには思ってます。ボリューム感があるって書いてあるので、なんかそこそこ、なんかユニクロプラス J のウールとかだと結構ね薄めだったんですけれども、これだと結構なんか生地感なんか厚めな気がして、で素材もねこれ確かウール 100%、 そうですね、ウール 100% 使ってるので、で透け感もなしって書いてあるので、でややゆったりっていうことだったんで、これはちょっと良さそうかな。ただまあカーディガン、この手のカーディガン去年結構買ってたので、まあそこにもう一枚またカーディガン増やすってなるとちょっと考えるかもしれないです。ただウール 100% で4990円というのは非常に安いんじゃないかなと思っております。はい、これはなんか多分すごい人気出そうなちょっと感じがしております。であとはまあ同じ素材のプレミアムラボを使った V ネックセーター、なんか V ネックね、ここのところずっとクルネックというか丸首が流行ってたというか丸首が定番になってたので、なんか V ネックも面白いかなっていうふうに思ってます。ただまあこの重ね着に関してはどうなんだろう、このラウンドのネックで V ネックってちょっとこうまだ抵抗感ある方もなんかいそうな気もしますけれども、あ、これグレーじゃなくてナチュラルなのか。まあでもこの V ネックっていうのはすごい定番的に使えるので、 V ネックのこういうセーター系は使えるので、これもいいですね。3990円でこの感じのものが買えるっていうのはすごくいいんじゃないかなと思ってます。あとはまあちょっと気になるって言って、まあ、タートルネックかな、なんか割と最近着てなかったのでちょっと着てみたいなっていうのと、あとまあパーカーなんですけど、これまあ普段だとユニクロ U からだと大体スウェットパーカーが、去年もスウェットパーカーとかあとトレーナーとか出てましたけど、今年はワイドフィットフリースプルパーカーということで、ちょっとこうなんか起毛感のあるというか、ちょっとこうモコモコ感のある感じのパーカーが、まあ、4990円ということで、なんかちょっとどうだろうな、なんか部屋着っぽく見えないかなっていうのはすごい心配なんですけども、なんか可愛らしい、すごい写真だけ見てもなんかすごい可愛らしい感じのイメージで、で確かポケットもついてるんですけどね、あ、そうですね、サイドスリットでポケットも入ったりしますね。これに関してもちょっとなんか部屋着になっちゃう気がするなぁと、なんか外に出てくにはちょっとなんかイメージと違う気もします、この写真と。あとおうち時間にもおすすめってここに書いちゃってるんですけど、ちょっとそのあたりは実際待ち着でねこれが着れるのかっていうのはちょっと気になります。はい、ただまあ着心地はすごい、良さそうなんで、ストレスフリーでね着用はできるんじゃないかなっていうふうに思ってます。では次、シャツ類ですね。まあ、シャツ類は僕あんまり買わないんで、普段。買わないんですけど、去年ありましたもんね、こちらの、シャツか。結局僕買わなかったですね。で、オーバーサイズスタンドカラー、チェックシャツと、あとまあ、これが、チェックシャツかね。プランネルオーバーサイズチェックシャツ。だいぶこれ、ちょっと実はこれもう発売してて、店頭で見ましたけど、結構、なんか、大きめ？なんかユニクロ U のシャツって、なんかかなりワイドなシルエットというか、なんか本当に四角いシルエットで、まあなんか着やすい感じではありますけど、ちょっと今回はこの色味がどうしても2色展開で結構地味めなので、ちょっとあんまり僕はそそられなかったので購入は見合わせております。はい。で、T シャツセット類はもういつも通りというかね、今回でもトレーナーがなくて、あ、そうだそうだ。あとでもちょっと言おうと思ったんですけど、今回こちらのガーメントダイスウェットシャツ、結構ユニクロさんインラインというかね、それでもこのガーメントダイ加工のスウェットとかも出てたりしたんですけど、なんかブルーのデニムっぽいシリーズですかね、出たりしたんですけど、まあそれのこうスウェットバージョン、まあトレーナーですね、これはちょっとなんか良さそうというか、なんか写真見た感じでもなんか表情があって面白そうかなっていうふうには思いました。まあカラーがね、ただだいぶこうなんか優しいカラーが多いので、そうですね、ベージュマスタード、あとダークオレンジか、まあ茶色みたいな。まあ個人的にはこのダークグレーっていうのが一番そのちょっとヴィンテージ感というか色あせた感じとかが楽しめて一番いいのかなっていうふうには思いました。まあガーメントダイスウェットで、まあ3990円ということで、これもまあすごいいいアイテムな気がしております。あとはこのアイテムもね、ボアスウェット、トラックジャケットっていうことで、まあトラックジャケットでこういうちょっとリブが
強めというかね、リブがこう目立つようなデザインになっています。でこれがねかなりハイネックっぽいんですよね、ここの高さが。ああこの辺りはただですね、素材がスウェットなので、スウェットでトラックジャケットで、しかも裏地ボアっていうことで、なんかこれもさっき言ったんですけど、部屋着っぽくなんないかなっていうふうにはちょっと懸念点があるアイテム。実際にその外でねおしゃれにトラックジャケット、まあ今風のねトラックジャケットって結構こうツヤがあったりとかするアイテムが多いので、それと同じ同列で着用できるかって言われると、ちょっと何とも言えないアイテムになってます。まあでも結構今までこういうのなんかガーメント台とかこういう裏地ボアとかってあんまりユニクロユーザーなかったので、ちょっとこう、なんか変化させてきたなっていうようなイメージです。でボトムスはちょっとね履いてみないとわかんないので、ちょっと何とも言えないです。であとはまあグッズ、最後にグッズになるんですけれども、今回この、まあ、バケットハットというか、このハットのこの形はちょっと自分はあんまり買わないというか、ちょっとこの丸っこい形ですね、これ四角くてバケットハットとかだったらねすごい良さそうだったんですけど、ちょっとこの感じですよね。あとはニットストール、どうなんだろう、これボリューム感が写真出てるのかな。あーでもなんか結構ボリュームありそう。45% アクリルの 30% ウールの 25% ナイロン、なんかこの写真見ると結構高さが出てて、なんか人気出そうですね。最近ちょっとあんまり巻物って、こういう巻物ってあんま巻いてこなかったんで、うん、なんかてかこれはもう他のユニクロ U さんのカラーとすごくこうなんかマッチしそうな色合いのものが出てます。2,990円、安いですね。まあ小物はそんなもんか。あとはまああれか、伝説のメルカリで、前回春夏でも出てですね、ドローストリングショルダーバッグっていうのが、ちょっと色もオリーブとかもね追加されて出ております。某フリマサイトでもう高額転売されまくったという、ね、伝説のバッグになってます。でも街中で全く見なかったな。あと今回ポケッタブルツーウェイバッグということで、まあ、素材に関しては結構エコバッグに近いのかなと。エコバッグにまあ値段もね2000円ぐらいですし、エコバッグにこういうストラップがつくことができてっていうので、まあさっきのドローストリングバッグみたいな、ああいうちょっとガシガシ使えるような感じではなくて、どちらかというとサブバッグとして使うようなイメージになってると思います。ただまあなんかこの女性の方がなんか持ってるこの感じだと割と大きめですね。大きめなので、例えばなんかジュースいっぱい買った時、まあちょっと重さがあれですけど、なんかお野菜いっぱい買った時とかもなんか入れられて、しかもなんかこの、なんだか何色かな？なんかこの女性が持つとすごいおしゃれに見えるというか、こちらの、ちょっとピンクベージュっぽいブラウン、カラーはブラウンなんですけども、このカラーとかすごくなんか良さそうな、気がしてます。はい。まあ、あとちょっとレディースもね、軽く見ていくんですけど、軽くというか、まあ、多分、おそらくなんですけど、レディースのアウターでですね、こちらのフーデッドコートっていうのがあって、これが多分一番なんか良さそうなデザインだなぁというふうには、思いました。ちょっとこういう、モッツコートというかミリタリーコート、まあこういうポケットの斜めのポケットだったりだとか、ここに、紐がついてたりとか、大きめのポケットだったりだとか、でフードもこれ取り外し可能だったりだとかしてね、結構このアイテムで裏地もこういうなんかブラウン系のカラーで結構渋い作り、こういう感じですね。でなんかこの写真見るとすごいかっこいいなっていうふうには思いました。なんかもしかしたら例えばメンズの方とかでも XXL とかだと、まあなんか体型によってはいけるんじゃないかなと思って、なんかすぐ完売しそうな、すぐ大きいサイズは完売して、なんか、フリマサイトとかに、なんか2万近くとかで、なんか出されそうな、まあ転売されそうな感じがしております。これかっこいいですよね。こういうミリタリーコートみたいな感じで。なんかレディースはなんか、レディースもね、このカーディガンとかポケットついてたりとかして、メンズにはなかったんですけど、ポケット欲しいよなぁと思って、やっぱ可愛いですしね、ポケットこういうところある。まあ、あとは、一緒かな。
なんかタックワイドパンツとかもなんかメンズで人気出そうですけど、個人的にはあんまり、男性の方がレディース着たりするのあんまりちょっと難しい、すごい難しいというか、なんかやっぱレディースってバレちゃうことが多いので、うん、ですね。で、まあ今回個人的に、まあナンバー1、2、3つけるとしたら、まあ3位がこのショートブルゾン、ただ、まあ、うーん、みたいな感じですけどね、3位と言っても。で、あとはこの2位がガーメントダイスウェットシャツ。なんかこのあたりはすごい、なんか着やすいかなと思います。うん、結構ね、ユニクロ U さん、去年トレスウェット買いましたけど、首元が結構緩めでね、それはそれですごくいいです。個人的には好きですね。首元結構緩めです。で、あとはまあ1位は、僕はもうこの、プレミアムラブ、V ネックカーディガンかな。パンツ類は僕ちょっとあんま似合わないのが多いので、ユニクロ U さんいつも。ちょっとおとなしいですけど、これのグレーかダークブラウンあたりちょっと、当日ね、楽しみにしていきたいなと思っております。で、9月16日っていうことで、本当にもうあと2週間切っておりまして、まあ、当日ね、またちょっとお店の方、まあ、並ぶことはないと思うんですけれども、お店の方に行きまして、また、まあ、可能であれば国内最速ぐらいで購入品動画、購入品の紹介、ただまあ、買わないこともあるので、購入品のね、紹介動画上げたいと思いますので、当日ね、もう誰よりも早く情報を知りたいっていう方は、ぜひチャンネル登録と動画の評価ですね、よろしくお願いいたします。ではまた次回動画でお会いしましょう。See you next time.最後までご視聴いただきありがとうございます。よければチャンネル登録評価よろしくお願いします。毎日投稿頑張っていきたいと思いますので応援よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。 See you next time.